に、それからたった4ヶ月後結婚することになったの。そして私たちの文化をこんなにも不幸で機能不全に陥らせているものが何か、それを一緒に徹底的に研究していくことになったのよ。69年10月、研究の結果、ジョンとバーバラはカリフォルニア南部のトパンガキャニオンに向かい、サンドストーンに落ち着いた。歩き回っていて見つけたんだ。ついてたね。拠点としてまさに求めていた通りの場所だった。みんな都会の喧騒を離れてあの場所にやってくると、解きほぐされるというか、サンドストーンの自然の中ですっかりリラックスするのね。落ち着いた環境だとみんな十分に考える余裕が持てて、自由を感じるの。社会問題の解決策を見つけるために考えられた実験に加わるのも自由だった。問題のもとはセックスだと思ったわ。セックスっていう言葉を口にすることも、性を語ることもできなかった。タブーとされていたからよ。まず子供の作りすぎが問題だ。50年代以降、みんなが子供を作ろうとしていた。結果、人口は異常に増え、そのままの勢いで増えたら、我々は身動きが取れなくなってしまう。セックスをする目的が子孫を残すためだけではないとみんなに知ってほしかった。子供を作らない方が楽しめる。そのためにサンドストーンへ。そこに行けば景色は良くて食べ物は美味しくて、知的で見識の広い人がいる。おしゃべりしてピンポンをして、それから気が向いたらどこでも誰とでも自由にセックスを楽しめるのよ。サンドストーンでは何も恥ずかしがらなくていいの。私たちの基本的考えは、人間はいいもの、心も体もいいもので、それを楽しもうとしたの。そしてできる限り最高の人間に成長しようとした。セックスの自由を奪われていたんじゃそれはできないわ。普通の人なら慌てるわよね。家族も作らずに朝になっても起きて仕事に行く人が誰もいない生活なんて、サンドストーンの人たちならいいことだってそう言うわ。若き映画人ジョナサン・ダナも実にいいことだと考えた。あそこの概念全てが共感できるものだったんだ。25のやりたい盛りだったし、だけど惹かれたのは彼らがある意味科学的な実験をしてるってことだ。あの特殊な時期に文化の最重要課題に取り組んでたんだ。あの場所に行くと、なんていうか不思議な美しさのせいか、スイッチが入るというか切れるというか、さっきまでいた世界を忘れるんだ。2階のリビングルームはオープンでカジュアルな雰囲気にしたわ。そして1階はもっと人と人が親密になれる雰囲気よ。何のスペースか言わなくても人が集まる。私たちは一部の人でもいいから気づいてほしかったんだ。そこに参加することで罰せられる人は誰もいないってことをね。大丈夫なんだ、犯罪じゃない。それが基本であって、私たちは現代社会の罪の意識という問題をはっきりと示して取り除きたかった。目的の一つはパーティーで楽しむことだ。セックスをしている人たちは別に必要性なんか考えないじゃないか。セックスしながらアメリカ文化の状況を考えたりせず、ただセックスを楽しむだけだ。私たちはそれでいいんだと伝えたかった。言葉でなく感覚でね。感覚は忘れない。妻の隣で他の女性と愛し合ってもいいんだ。その逆もまたあり。望むなら定説を誓う相手が複数いたっていい。そこにあるのが悪でなく善だけなら気分はいい。その環境が気に入った者には理解できるし、気に入らない者は去ればいい。
大抵の人は逃げ出す。それがまあ普通の反応と言っていいだろう。カップルだったら特にそうだ。シングルの集まりじゃない。2人は付き合ってもう5、6週間。そうだね。今抱えてる問題は、2人の関係はどんな段階？そうね、境目に来てる感じ。進もうかどうしようか。そこでよくありがちなのは、カップルの一方が怖くなったり嫉妬したり、アイデンティティの喪失を感じたり、混乱して自分のルーツを失ってしまう。その結果、戻るべき安全な場所を失うんだ。これはトムの問題で、ナンシーやみんなのものではない。今のところこのコミュニティへの影響は、ナンシーがキッドとトムのセックスに動揺してることをみんなが気づいてることだ。殴り合いはなかった。あそこにいた15ヶ月の間一度もだ。あそこでよく見かけたのは感情の崩壊だ。それから言い争いもね。ひどく混乱した人もいた。強い絆を求めたわけじゃない。ただ友達が欲しかったのに、生まれたのは憎しみで、今はすごく混乱してどうしていいかわからないの。こんな経験今までなかったわ。サンドストーンに来て4年、ジョンとバーバラは自分たちの実験に終止符を打つことにした。サンドストーンを終わらせた理由はいくつかある。一つは50万ドル使い切ってしまったことだ。今の額なら600万かな。望んでいたことは全て、ほぼ全てかな、達成した。だから終わりにしたんだ。サンドストーンが終わってしまったのは残念だったわ。あの時私たちのやっていたことに参加してくれた誰かが、社会にとっていいことなんだから続けようじゃないかって言い出してくれていたらね。本当に残念だわ。サンドストーンが閉鎖されると聞いてちょっとショックだったよ。まだあそこに住んでたからね。最後に明かりを消す羽目になったよ。当時の妻とあの映画を作ったんだが、大きな経験になった。二人ともすごく影響を受けて、その結果一時期他のカップルと集団婚生活を送ったぐらいだ。サンドストーンは69年の歴史的出来事で、人の人生までをも変えた。しかし国の反対側では、そのような流れに反対する熱い活動が始まっていた。60年代の終わり、女性解放の動きが活発になってきたわ。女性たちはセックスに対する不満もあったしね。それは大きな運動となって、性革命自体が正しいものか否か問うものとなった。1969年、女性たちの中には性革命によって世の中全体が異性愛の男性にとって楽園になっただけではないかと気づく者も出てきた。平等とは言えなかったわ。性の扱い方が男性と女性では全く違っていたのよ。恥ずかしいと言われるのは女性だけ。男は外に飛び出していって楽しめって言われるの。それで一人前になるって、女にはそんなの許されない。女性は綺麗で魅力的であるべきであって、力を持っているのは男性だけ。女性は支配される立場。それでもみな最初は別に問題は感じなかったのよ。世界全体がそうだったから。だけど突然事実に気づいたの。女性が抑圧されている原因の根源にあったのが、まさにセックスだったのよ。露出するのが解放だって考えがあったわ。今だったら大抵の女性が露出と解放は関係ないって言うでしょ。ただ寒いだけよ。ミニスカートがその最たる例ね。それと60年代のゴーゴーダンサーもそう。大勢の前で体をゆすってた。何かの応援みたい。でも本当に訴えるべきなのは解放のメッセージよ。あちこちで性が売り物にされていたわ。
特に広告の世界ではあらゆる商品を売るために女性の体が利用されたの。1960年代の終わりは何でもありだった。しかし男性の欲望の対象としてしか見られないことに多くの女性は怒りや不満を覚えた。彼女たちは実生活で思い知らされていたのだ。私は百科事典の編集をやってたの。だけど妊娠して仕事を辞めて子供のため家庭に入ったのよ。私自身のための人生はもう終わったと思ったわ。頑張ってきたけど子供ができたからこれから先はゆっくり下り坂の人生だって。そこに女性解放運動が起きて突然目の前に全く新しい人生が開けたの。 ABC ネットワークでテレビニュースの原稿を書く仕事をしてたんだけどそれをやめて、でフリーランスの雑誌記者になったところだったの。そしたら女性解放運動が起こって私はすごく書きたいと思ったわ。解放を求める女性たちが起こした新たな運動がラディカルフェミニズムだ。彼女たちが一番に訴えたのは女性の性的権利だった。体を締め付けるガードの反対、締め付け反対。フェミニストに性的衝動はないのかと思うだろうけど60年代終わりのフェミニストは異性愛であれ同性愛であれ性にはかなり積極的だったわ。私たちは性的な喜びを求めていたの。男性にとってでなく私たち女性にとってよ。求められて受け入れるだけでなくセックスで主導権を取る自由が欲しかった。望めば誰とでも寝られる男性と同じ自由が欲しかったのよ。解放を求めて革命を起こすのは誰のためか。性革命においてフェミニストが求めたのは抑圧からの女性の解放だ。年に一度の人々に愛される伝統のイベントは絶好のチャンスだった。私はカリフォルニアのユカイパという町の出身で昔はスーパーボウルを見るのと同じようにみんなが集まってミスアメリカが選ばれるのを見てたの。だから小さい頃からずっと憧れて見ていたものに自分が出られるんだってことにすっかり興奮して舞い上がったわ。年に一度の一大イベントでまるでアカデミー賞みたいだった。牛の品評会みたいに女性がみんなの前を行ったり来たりさせられて特技を披露するけど評価されるのは外見。そんなことみんな承知の上なのよ。テレビを見る何百万という人々は年に一度のコンテストを女性らしさの称賛だと捉えていた。しかしフェミニストは女性を性の対象に貶めるものだと主張し1969年9月6日アトランティックシティのポードウォークでそのメッセージを訴えた。あれは女性が性的対象としてしか見られないことへの不満が大きく膨らんだ結果の抗議ね。要はそういうこと。その頃はどういうわけか女性が社会で評価され価値を決められるのはバストラインでしかなかった。体のラインに美しい髪、それだけよ。女性はミスアメリカなんか目指さないで医者や弁護士やエンジニアといったものを目指すべきなのよ。何だっていい、何を目指したっていいけどクイーンだけは違うわ。その年はパレードができないだろうって言われたわ。危険だからってことでね。不思議だった。大会の会場の周りは警官だらけで女性解放運動のデモでブラジャーが焼かれたりボイコットがあったりで出場者の安全を守るためだと言われたわ。それを聞いてびっくりよ。まさか美人コンテストに眉を潜める女性がいるだなんて思いもしなかった。抗議者たちはミスアメリカのファンに自分たちの意見を伝えようとした。つまりクイーンたちは経済的性的に男性が優位を保つために作り出したシステムの犠牲者だという考えだ。一方では性的解放を進めるには絶好の時期だったとも言えるわ。1960年に食品医薬品局がピルを認可したでしょ。それは女性にとってセックスのあらゆる可能性が開かれたってことね。だけど